H&AMP KMP7H&KMP7 はドイツのヘッケラーコッホ社が開発した PDW である。発表当初は PDW という名称だったが、後に PDW は一般名詞となり、この銃は短期間銃 MP、モスチャイニーンピストールを指す MP7 の名前が冠された。MP7 の開発は1990年代に、 始まる。当時アメリカは、防弾ベストの着用が一般的になった戦場で、ピストルやピストル弾薬に代わる兵器、つまり、PDW を検討するプログラムを行っていた。また、NATO 諸国でも同様のプログラムがスタートしていた。これらのプログラムに FN 社は P90 を提出したが、当時同様の消火器を開発していなかった H& 経営者は MP5 系サブマシンガンをベースにショルダーストックを追加した MP5 系 PDW を提出した。しかし、従来のピストル弾薬を使用する MP5 では、プログラムの要求に対して不十分であり、このことから P92 危機感を持った H& 経営者は、同社の MP5 ヤンプとは全く異なるコンセプトの消火器を発することになる。1999年に、 一般公開され、2000年に将来的に発展改良することを前提に、ドイツ連邦軍に仮正式兵器に選定され、MP7 の正式名称を与えられている。MP7 の特徴は、先に述べたように、ライバルとも言える FNP90 に対抗して、PDW としての全く新しいカテゴリの銃として開発されており、弾丸は、 H&KG11 の 4.7X33mm 弾の開発データをもとに開発した 4.6X30mm 専用弾薬を使用する。公式発表では P90 の 5.7X28mm 弾よりも威力があるとアナウンスされているが、審議不明である。ディスカバリーチャンネルの番組フューチャーウェポンのシーズン第2の第3回において、 ケブラー製ヘルメット及びボディアーマーを貫通している。ただし、セラミックプレートなどに対して効果があるかは不明である。デザイン面については、P90 とは、趣きが180度異なり、ステアー TMP、宇治などの既存の小型、短期間銃と似たシルエットを持ちながらも、全長 340mm、ストックオープン時は 540mm、 P90 は504メートル、重量は1.5キログラム、マガジン込みで1.8キログラム、P90 はマガジン抜きで2.8キログラムと、PDW に求められる、蛍光性及び陰毒性に特化したデザインとなっている。ちなみに、MP7 専用のホルスターが、イーグル車で開発されていることからも、そのコンパクトさが伺える。これは、後方部隊やヘリコプター、 戦闘機パイロットの自衛用火器という PDW の想定するケースにおいて特に有効であるほか武器の陰徳を要し車両での移動が多い用心警護の現場小型武器が好まれる CQB の場などでも有効であることを意味するまたセレクトレバー及びボルトリリースが左右についているため右機器左機器問わずに使用できる機構に関しては G3 以来 H&K 社の消火器の作動方式の大きな特徴であったローラー遅延式ブローバック方式ではなく、同社性 G36 アサルトライフルと同じくマイクロ、ロッキングラグと回転ボルによる閉鎖機構を持つショートストロークピストン式を採用している。レシーバー前方画面に折りたたみ式のバーチカルグリップが標準で装備されており、銃自体の反動は MP5 以下で、消音機装備で発射した場合の静粛性も MP5、SD6 より静かである。命中精度も MP5 以上のものとなり、200メートル離れた標的にも命中する、集団性を持つ。2004年には改良型の MP7A1 がリリースされており、ボルトストロークの延長を施し連射速度の低下を測った、弾切れが早くなってしまうための招致ほか、 レシーバー前方左右側面に小型のピカティニーレールを追加している。また、さらなる改良型の MP7A2 では折りたたみ式グリップは標準仕様では廃止され、ピカティニーレールがレシーバー前方仮面にも装備されている。P90 の 5.7X28mm 弾を使用した自動式拳銃 FN57 と同様に MP7 と 銃断共通性を持たせた、口術の拳銃、P46 も開発されていたが、口術の理由で中止となっている。MP7 の特徴として、豊富なアクセサリーが用意されている点が挙げられる。MP7 は、重厚に、フラッシュハイダーが標準で、装備されているが、オーダーメイドのアタッチメントで、サプレッサーも装備出るようになっている。また、ピカティニーレールを上部につけることで、 ダットサイトやスコープの取り付けも可能となっているなど、拡張性に求む。MP7A1 では、さらにフロントサイドにピカティニーレールが追加されたことで、フラッシュライトやレーザーモジュールの取り付けができるようになり、拡張性が拡大された。H&KP46 は、ドイツ連邦の H&K 社が開発した自動拳銃である。開発中は、U-Ship ウルティメイトコンバットピストルと呼ばれていた。P90 と5-7の関係であり、MP7 と同様に 4.6X30mm 弾を使用する。革新的な閉鎖機構を採用しているとされるが、パテントの関係から非公開とされ、どのような機構なのかは不明。フレーム先端下部にピカティニーレールがあり、フラッシュライトなどのアクセサリーを装着できる。 2003年のプロトタイプでは、同社の H&KG11 のピストル版とも言えるような直線的なデザインが特徴であったが、2004年のプロトタイプでは、グリップ、スライド形状が変更されたものが発表されている。2009年、拳銃の形から十分な弾道性能が得られないとの理由で、開発中止となった。MP7 への解明直後の2000年から、 ドイツ連邦軍で試験運用が行われており、その後蒸気の改良を施した MP7A1 が配備されたのは2004年7月にドイツ連邦軍に採用されたのが最初である。その後、ドイツの GSG-9 や KSK ドイツ陸軍特殊作戦部隊への導入をはじめ P90 より採用国が少ないものの各機関に徐々に採用されている。 現在、MP7A1 の有機銃は、東京マルイとアカデミー科学、商品名、M7SMG から、電動ガンが、KSC と東京マルイ、VFC からブローバックガスガンが発売されている。このうち VFC のみが1、1スケールを再現しており、他社製品は、実物の80%ほどのサイズとなっている。過去には、ガンスミヨシより、名前が、 PDW だった頃の無印 MP7 が固定スライドガスガンとして発売されていた。このモデルは携帯な射精固定スライドガスガンやスプを内蔵するガレージキットでグリップ角度が実物と異なっていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。